どうも、ナオチンです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は、魂の海図で、レベル5まで上がったスキルが、どれぐらい強くなったかを検証していきたいと思います。今日はこれですね。視覚攻撃強化。これが、レベル5になって、どれぐらい強くなったのかを検証していきたいと思います。これ、レベル3の時って、そんなに変わらなかったんだよね。でも、5になると、さすがに変わるでしょう。どれぐらい変わるのか検証してみます。ではまずですね、スキルなしでいってみます。ちょっとねダメージがちっちゃすぎるので分かりにくいかと思って、昇波と獅子粉塵、この2つは入れてきました。この状態でワンコンボですね、四角の5回コンボを入れてみましょう。どれぐらい減るんだろうか。いきます。船に照らしてきな。だがお前は俺にはこんぐらい。まあこんぐらいでしょうね。うん、いやでも弱攻撃みたいなもんだからね、それでこんだけのダメージもらったっていうことはなかなかすごいと思うけどな。では次、スキルありでやってみましょう。それでは続いてはですね、スキルありですね。ちゃんと入ってます。昇波、獅子粉塵で視覚攻撃強化ですね。先ほどと同じくワンコンボ入れてみます。5回攻撃ですね。これもともと微妙なスキルなんで、どれぐらい強くなった、いってみましょう。確かにこれでは船に照らしてできない。だがお前は俺には勝てん。違う、ほぼ変わらない気がするんだけど、わかんないです。俺が今見てる感じでは変わってない気がするんだけども、ちょっと編集してみてこれぐらいっていうのをお見せしたいと思います。これぐらいです。これぐらい、ダメージが変わってます。どんぐらいだ、まあ、変わったとしても 1.23倍ぐらいじゃない、それぐらいのなんかビビたるものだったな。いやこれ結構微妙かもしれません。はい、ということで、今日はですねこれ強くなったスキル視覚攻撃強化レベル5使ってみました。倍率はだいたいこれぐらいだと思います。なんか目に見えて分かればよかったんだけどな、こんな感じです。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。